あきさまはいつもお酒のおつまみって言ったら何作ってるんですか？まあ作る時と作らない時と、まああるけど、あきさま的に、じゃあビールに合うお酒のおつまみで言ったら何が好きですか？鍋とかもつ煮込みとか、いいね。いやだんだん寒くなってきたから確かに確かに、もつ煮とか、まあでも唐揚げもね合うよね。いやわかる、でもね正直ね、なんかしょっぱくてなんか肉で油でニンニクとかあれば全然いい塩でもいいあなるほどね、ごま油、塩、海苔とかあればもう完璧。でもなんか手抜きのね、手抜きの自分のおつまみより、今日は2人が手作りしてくれるからもうワクワクしてる。うわ頑張っちゃおうかなって。